はいどうも、バモノブリードチャンネル、バモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日もですね、ご好評いただいておりますですね、定年前、50代から始める牽引免許不要キャンピングトレーラー講義ということで、今日は第6回になりました。ありがとうございます。こんなにね、続いたのもですね、皆さんのたくさんのいいねと、たくさんのコメントをいただきましてですね、励みになっております。お一方ね、キャンピングトレーラーもうすぐに見に行っていいトレーラー見つけましたとか言ってくれてる人がいて、本当嬉しいなと思って、本当に皆さんね、トレーラーを楽しんでいただけるような、説明がねできたらいいと思いますので、ぜひね今日もご覧ください。はい、で今日は750キロ以下のキャンピングトレーラーのレイアウトは2種類が基本というお話をします。で事前にねこんなツイートでお知らせしております。キャンピングトレーラーの豆知識、750キロ以下の牽引免許不要のキャンピングトレーラーはレイアウトが2種類が基本ですと。1、2段ベッドがあるタイプと、2、常設ベッド、ダブルベッドがあるタイプ。ご夫婦で一緒に寝るのが嫌という方以外は2がおすすめですというお話です。で理由は空間が広く開放的だからです。他のメリットデメリット YouTube で解説しますということで、この YouTube で解説します。はい、目次です。今日はこの順番でお伝えしたいと思います。1、2段ベッドがあるキャンピングトレーラーはどういうの。2、常設ベッドがあるキャンピングトレーラーってどういうの。はい、3、キャンピングトレーラーのベッドの規定ってそもそもどういう風になってるの。4、選び方ということでお伝えします。はい、で本題に入る前にですね、いつも通り自己紹介をさせてください。で車中泊歴20年でですね、バモスで車中泊して、キャンピングカーで車中泊して、キャンピングトレーラーで車中泊しています。車中泊人生ですね。でバモスではね、7年間で23万キロぐらい乗って、荷台の方にねテーブルを作って、上に荷物、足を下にさして寝るみたいな感じで、こうやってやるとテーブルがここにできるみたいなね、まあ病院のベッドみたいな感じで、旅をしてました。で2回目はキャンピングカーになりました。プレジャーウェイというキャンピングカーを買いました。これはね、カナダ製のキャンピングカーなんですけど、ベースはダッチ版でね、エンジンが 5200cc もあって、アメリカンなキャンピングカーでした。でこれはね今乗ってる車です。 MA ロード390というトレーラー、デリカで引っ張っています。これはもう3年目かな、3年間ぐらいトレーラーを引いています。750キロ以下の牽引免許不要タイプです。はい、ということで目次に戻ります。1、2段ベッドがある。2、常設ベッドがある。3、キャンピングカーのベッドの規定。4、選び方ということでお伝えします。はい、1、2段ベッドがあるキャンピングトレーラーというのはどういうのがあるか。ドン、こういうのがあるんですね。でこれはね、最新のタイプの S1330DL というキャンピングトレーラーです。これは一つの例えで、これがいいというわけではないんですけど、大体ね、どの、メーカーのキャンピングトレーラー見てもこのタイプになっています。今はでベッドのサイズですけれども、進行方向に向かって前側に、4人掛けのねファミレスみたいな椅子があるんですね。でそこを展開するとベッドになります。でそれが長さが 2m40 ありまして、幅が、120、1200あります。でセミダブルが1950の1200なので、ほぼセミダブルと同じ大きさだと思ってもらえればいいと思います。で2段ベッドの方はですね、進行方向に向かって後ろ側、ここのトイレの横側、ここが2段ベッドになります。でそこで、上の段下の段は車種によってちょっと上の段が狭かったりもするんですが、まあ このキャンピングトレーラーとほぼみんな同じで、長さが1840で幅が、750の2段ベッドになります。でちょっとね、前の中古なんかで2段ベッドタイプのを買うとですね、上の段がこうパタンってこう降りてきて、パタンって戻せてこう収納できたりするのがあるんですね。で下の段が2人掛けのファミレスみたいな椅子になるのがあるんです。でそれはやめといた方がいいですね。このクッションでベッドを作ると、やっぱりクッションとクッションの間に隙間ができたりとかして、常設のベッドっていうベッドがあった方が寝やすいんですよ。やっぱりね、キャンピングカーの魅力っていうのは寝ることにもあるんで、そこは重要視してもらった方がいいと思います。なんかこういうご飯が食べるとこが2箇所あってね、便利かなと思いますが、使いません。そんなに4人でしか乗らないんで、分かれてねご飯を食べる必要はない。それよりも寝るところを重視してください。はい、2、常設ベッドがあるやつはじゃあどういうやつなのということで、この車のちょうどレイアウトのですね、もやし3系のもや
もやもやな生活というホームページからちょっと画像を拝借しました。ぜひホームページを見てみてください。ちょっと古い、記事だったんですけど、いい絵を描いてくれてたんで、拝借しています。で進行方向向かって前にですね、もうこれは規定のダブルベッドのサイズのクッションベッドがあります。だからマットとかも、ダブルベッドなんです。マルチダブルベッドなんで、ニトリとかで寝具が買えます。ね、いいでしょ。もう本当にダブルベッドが前にあります。でちなみにダブルベッドっていうのは1950の1400の幅のベッドがあります。かなりね余裕がありますね。小さいお子さんだったら、お子さん2人と奥様1人とかで寝たりもできます。旦那さんと2人で寝てもね、離れて寝ることができると思います。でここ今この実際おしゃべりしてるここも、ファミレスみたいな席なんですが、まあ、ギリギリね こっち側3人こっち側2人座れます。でここもベッドにするとですね、なんとここもセミダブルの市販のセミダブルの大きさの、ベッドになるんですね。ただこういうマットを敷き詰めて展開するのでちょっとデコボコはあります。やっぱりへたってるところとかもあったりとかしてちょっとねデコボコはあるんですけど、私はこの上にですね寝袋を敷いていつも娘とね寝てますけれども、ここをベッドを展開にすると、まあ、十分なセミダブルの大きさのベッドになるということです。そうですね、ポイントとしては、ここが2段ベッドになっているとですね、空間の中に高いものがあるんですけど、この常設ベッドで2段ベッドがないタイプで4人寝れるキャンピングトレーラーは単純に中がすごく広くなります。で最初子供ねすでに生まれてていたんで2段ベッドの方がいいなと思って見に行ったんですけど、見比べるとねやっぱりね2段ベッドないタイプの方が広くていいんですよ。だから実際に見に行かれた方がいいと思うんですけど、特に50代から始めるキャンピングトレーラーだとしたらですね、2段ベッドじゃない方がいいです。で、ね、他にもポイントがあるんですけど、それは選び方の方でね説明したいと思います。はい、でキャンピングトレーラー、キャンピングカーのベッドの規定っていうのをそもそも調べて知っておいた方がいいと思いますんで、ちょっとここでねその情報を挟みたいと思います。でキャンピングカーのベッドっていうのは、キャンピングカーとして8ナンバーとして登録するときにねベッドは必須になっていて、スペースの大きさが決まってます。でそのスペースは1人分で1800、幅が500必要です。ちょっとね幅 500? 長さ1800、ちょっとちっちゃくねと思うかもしれないんですけど、一応それで1人分の寝れる場所がありますよっていう風に歌えるキャンピングカーになります。で高さもね50センチあればいいということで、ほんとこのくらいですかね、起き上がれないですよね。でもそれでベッド結構狭いですけどベッドとして認められます。だからその、サイズのスペースが4倍あれば4人寝れるキャンピングカーというふうになりますね。だそこで4人用っていうのはその 1800×500 のサイズの寝る場所が4個作れますよっていうことです。で端数があるとねその 4.5 人とかにはならないんで、多少だから4個でも広かったり狭かったりというのは見ないとわからないということになります。じゃあまずじゃあね、これで次4選び方いきます。でね、おすすめは先ほども言いましたが常設ベッドのタイプです。でこの常設ベッドのタイプのメリット言いますけど、まずね一番のメリットはダブルベッドの下がね全て収納です。もうねうちはキャンプ道具を全部積みっぱなしです。もうそこに全部入っちゃいます。焚き火台とかチェアとかねテーブルとかも全部入っちゃう。すごい広い、一回見てもらった方がいいですね。で次にね、2段ベッドの圧迫感がないから中が広い。やっぱり750キロ以下のキャンピングトレーラーって長さがね5メーターぐらいなんで、まあ乗用車よりちょっと長いぐらいだと思ってください。で幅が2メーターちょいあるんですけど、その長方形なんですね。でそこの中に2段ベッドがドドンってあるとやっぱりね空間的に圧迫感があるんですけど、常設ベッドのタイプは2段ベッドがないので、こういうのとここに、ダブルベッドがあるだけなんで、こう見た目の視野が広いんでね、視野がねとても広く感じます。それが、おすすめの理由で、丸3、おすすめの理由3番目、クッションのデコボコがなく寝心地がいい。ダブルベッドの市販のダブルベッドと同じなんで、クッションがたとえ下手ってもニトリで買えます。まあ別にニトリじゃなくてもいいけど、ホームセンターでもいいけど買えます。でカバーとかも、ニトリで買えます。もうニトリばっかり言ってるんでニトリって言っちゃうんですけどニトリで買えます。なので専用のね寝具とかを買わずにですねどんどん取り替えたりできるんで、なるべく常設ベッドも市販の
サイズの布団が敷ける調節ベッドがついてるかっていうのを確認してください。まあそんなとこですかね、ざっくりね。でそうすれば、ここでねご飯を食べて、一人の人は向こうでテレビ見たり寝たりですとかできるとか、あと子供たちがいてもそのベッドの方で遊ばせておくができるとか、二段ベッドだとね、小さい子だと落ちたりするかもしれないし、まあ収納も少ないんで、キャンプ道具積むのにやっぱり、前が普通車でもね、普通車の中にキャンプ道具を一切入れないで、キャンピングトレーラーのベッドの下にしまえるっていうのはね、これはね、とてつもない魅力なんですね。なので、ダブルベッドがあるキャンピングトレーラーを強くお勧めしますが、まあ、どうしてもね、一緒に寝たくないっていう方がいましたら、二段ベッドでもいいかもしれません。まあそんな仲悪い人はキャンプにそもそも行かないのかな。一人の人だと二段ベッドでもいいのかな。でもやっぱり開放的の方がいいんで、やっぱり見てもらえばわかると思います。実際にね、近くにお店があったらぜひね、見に行ってみてください。はい、ということでまとめます。750キロ以下のキャンピングトレーラーのレイアウト、基本的に2種類ですという話ですね。2段ベッドがあるやつとないやつということです。で、おすすめは常設ベッドがある、2段ベッドがないタイプをおすすめします。で、まあ微妙にちょっとずつメーカーで違うんで、まあホームページでね、中古のキャンピングトレーラーとキャンピングトレーラー調べてみて、いろいろ出てくると思いますんで、そんなに種類は日本に入ってきてないんで、レイアウトも750キロ以下だと似たり寄ったりのものがほとんどです。まあ実際見てみて、これがいいなと思ったら見に行くことがベストです。はい、ということで、ただ走るだけで冒険になるキャンピングトレーラーライフ、ぜひ皆様もですね、お楽しみください。こちらの世界へぜひ来てください。テントキャンパーのプロの人がキャンピングカーにね、キャンピングトレーラーになるのもいいと思います。この話もね、今後していきたいと思います。今日は第6回でございましたが、まだ7、8、9、10とね続けていきたいと思います。ネタが切れるまでやろうと思ってるんで、ぜひねチャンネル登録をしていただいて、更新をお待ちいただければと思います。で、この動画がもし楽しかったらグッドボタンもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。ではまた。